はい、どうもさっくんです。今回はですね、またこちらにやってきました。近鉄今里駅でございます。前回公開した動画で結構ご視聴いただいて、結構好評なようでありがとうございます。ということで、前は休日ダイヤの10両編成だったんですが、今回は平日ダイヤの10両編成を見ていきます。やってきましたよ、やっと。この際やっぱ10両編成が大阪線でなくなるということで、できるだけ行っとこうと思いまして、やっと平日重たいお尻を上げていきましたやっと来れました。そしたらね、いきなりこういう1620系唯一の栄光新車やってきまして、もう早速ね、一発目からね、いいものばっかり。奈良線の方も、平日だったら10両編成がバリバリ走っております。三宮駅快速急行って、尼崎で、10両から、ね、6両に切り離すというのを以前尼崎で撮ったやつで公開したと思うんですけども、それがどんどん来るので、それもそれで、見どころだと思います。はい、それではやっていきましょう。なんかあれ阪神か、阪神の10両かな、10両編成。阪神電車も基本この朝ラッシュは10両で運転するようです。おそらく尼崎発とかだと思います。やっぱ阪神のこの車両って連結の切り離しちょっと減ったと思いますんで、僕なんでいつもこっちなのかって言いますと、向こう側はやっぱり朝ラッシュの10両編成を撮るためにカメラマンの方がたくさん集まるんで、僕なぜこれ見る限り動画しか撮ってないと思うんで、動画の方は別に構図なんか関係なくてこうやって走ってくるのを撮ればいい話なので、ではカメラマンもちょっと邪魔にならないように、あとはもう一番第一なのはここの利用するお客さんの邪魔にならないようにね、こちらの方に来させていただきました。休日でもね、数人これの反対側には立っているんで、動画撮影ぐらいだったらこっちかなということで、どっちにしろこのように電車高速通過しますので、ちょっと危ないっちゃ危ないんですけどね、どっちも。ただキャパもこっちはあるし、僕は一眼レフ最近持ってなくて、ずっとこうやって iPhone で撮影してますんで、何も構図やらこういう今日は天気悪いんですけど、それでも各駅に数名大阪線の方でいたんで驚きですね。やっぱりもう10両編成がなくなるの皆さん惜しんでるんだと思います。現在時刻7時30分なんですけども、1本目の10両快速急行、今近鉄八尾の付近を走っているそうです。もうすぐですね。これは何だっけ、伊勢志摩か、志摩ステイムラブの区間準急でした。これが階級の前の急
急行です。乗れるんやね、意外と。全然行けるんですね。に対して、奈良線の方、もうすでに10両編成が、大阪難波に向けて走ってるみたいで、もう今の10両編成でした。そっちはパンパンないな。さすが奈良線ですね。さすがと言っていいのか。やっぱ奈良線ってドル箱路線ですからね。お客さんも大阪線以上におるかと思います。1本目の快速急行、もう布施を通過する前なので、そろそろスタンバイしとけば来るかなと思います。あ、来たな、これやな。前の休日ダイヤだったらちょうどこの奈良線の大阪難波方面にね、列車が大体止まってたんで取りにくかったんですが、お、先頭が栄光し、栄光新3度、そして5200の4。おお、これは熱い。2両編成はあの間に未更新がつながってて、めちゃくちゃいい編成やった。全部インバーターなんですけど、すごい、2両編成のところ真ん中だけ未更新は熱すぎですね。今の編成は良かったです。めちゃくちゃ良かったです。こちらは伏せで回避してた準急です。あ、これは試作車ですね。 1421F と、あ、すごい、 1400Aこのコンビはすごい。6両編成で、ね、オールストレートで大阪線の車両本当に見ないんですけど、これ貴重です。おー、すごい、めちゃくちゃ貴重なつながり方です。これは熱すぎる。オールストレート6連っていうのは大阪線で超珍しいです。すごい、今のは珍しすぎます。それを追いかけるように10両編成の快速急行が行きました。
こちら休日でもねよく走ってる、奈良線の特急ひのといです。朝ラッシュにはもうこのように上り方面も中心に通勤特急として大活躍してます。ひのといはもう名阪だけじゃないっていうのを、かなりアピールしていると思います。今までそんな行き先なかったんけど、最近の改正ではなんか中途半端な準急がかなり増えました。こちら奈良線の重量階級、もう折り返してきました。早いな。これが多分奈良線、まあ、時間かからないので何往復かすると思います。多分この動画を撮る間にもう一回見れるかなと思います。これから貴重となる未更新の2両編成、こちら1253系です。いや A 更新取るよりこれ取っとこうが本当にね、これからのためですから。もうなくなるんでこれこっち取るべきですよ本当に。やっぱ新しいも皆さん取ると思うんですけどね。こちらは、特急の重量編成、もうこの運用しか、重量は存在しません。しかも、大阪難波駅運用後もうこのように回送列車としてもう奈良方面に変えていくので、本当にこの重量で乗れるのはこれの前の運用特急でしか乗れません。いい言われましたね。どんどん各駅停車が折り返してきます。なんと俺アルバイト運用ですね。大阪難波駅準急で8両編成、なんと自分の路線に帰れないという、こんな朝にも走っていました。やっぱ平日は面白いですね。
なんか高速音がついてますね。なんだあれ。でも前に撮ったような、1641F、U660 編成、含めた重量ですか。なんか高速撮ったら、絶対なんか高速ですね。出てたら重量の、5200kg折り返しが来まして、2両物録のところで、未更新が3列されてました。これももう見れなくなりますね、これから。今里駅やっぱり乗降がかなり多くて、多分3分、いや3分は言い過ぎやな、2分ぐらい止まってた。これめっちゃ止まってた。かなり乗り降りに時間がかかっておりました。こんだけ21メートルの4扉の車両なのに、7線の阪神車ですけど、もうすでに6両編成が走ってる。すごいな。ああ、これですね。貴重な試作車ですね。7線の方も準急があるんですけど、このように、大阪難波行きばっかりなんで、準急って。あ、これワンマン車や。珍しいワンマン車と、8810がつながっておりました。これお客さんがこの大阪線側と奈良線側に偏る時間があるんですけど、これなんでかって言ったら、休日ダイヤの動画で紹介した通り、改札の前にどっちが先に来ますかっていう、ボードが出ております。だからそれを見て皆さんどっちが早いかを判断してこのホームに登ってくるようです。
先ほどからね、ちょうど確定が来るときめちゃくちゃね、乗降客が、いて、もうやっぱり時間かかりますね、乗降に。で、もうすぐね、快速急行また来るんですけども、今、伏せぐらいにいます。もうすぐ来ると思います。なぜか空間準拠が対比しなかったんで、多分ここを低速で来ると思います。もうすぐやってきます。今見たらもう伏せに確定が止まってました。もう対比ができないです。もうその対比すらキャパがギリギリなぐらい、今ちょっと本数がかなり多い状態。これで快速急行は来ると思います。こちらのどれにもトイレがついてないですね。オールトイレなしの階級、多分青山町からぐらいから来てるかと思われます。あ、さっきなんか故障灯がついてたやつ、やっぱり検車係が乗ってました。やっぱり故障なんですね。あれは合ってましたね。準急が行ったんですが、また後ろ快速急行が来ているようです、さっきの階級なんと7分遅れで走ったみたいで、それを先頭に区間準急、準急確定どんどん詰まってきているようです。今伏せで、その階級を、ね、準急が待っているようです。かなり後詰まってきているようです。
なんと CD21 が止まってる。これだけ CD が。どっちも階級なんで、これは仕方ないな。おー、何これ。CD21 3度ですね。なかなかこれ熱いじゃないですか。何これ、ちょっと君たち時代進んだかのように F シリーズ21がこれは熱すぎる。え、シリーズ21 3度ですよ。これなかなかないですよ、大阪線で。うわ、さっきのあのシリーズ21をね、あの煽るかのように、おー、後ろから準急が来まして、すごい渋滞してます。なかなか詰めていきますね。めちゃくちゃ煽るな。なんかお客さんが挟まってるようで、何回も私にしてますから、ね、それでいけたかな。やっといけたです。3回ぐらいやり直しました。ようやく出発です。なんと前にさっきの準急がいるんですけども、もうアーバンライナーが来てしまった。めっちゃ渋滞してる。鶴橋駅を先頭に何キロ渋滞ですみたいな、まあ、これアーバンライナーおる番線ですよ。4番もう来ました。これ発車できないですよね、多分。大阪線来ましたけど、なんてこった。渋滞にどんどん渋滞を重ねていく。アーバンラインでハザードつけた方がいいんじゃないですか。こう車の、ね、渋滞だったらね、あの渋滞の最後尾がハザードつけるんですけど、まあ電車は信号がありますんでそんなんいりませんけど、かなり渋滞してます。もう来ました、4番乗り場に。もう詰まった。これ今前にアーバンライナーがいるんですけど、もうドアを閉めて発車しようとしてる。これマジで大丈夫なのかな。出発を送られたところで多分信号が注意信号で、その前にはもうアーバンライナーが止まっているというのに、もう行くのか。すごいな、行ったな、行ったな。待つことを知らない、もうどんどん進む。すごいな。渋滞している大阪線の横を
さっそうと通過していく。なんかもうかわいそうですね。もう全然あれ大阪で進めてないんですけど。またまた渋滞に渋滞を重ねています。いやもう止まりそう。ここも反対をね、もう爆走していく。もう新しい追えてる、ね、もうウホウホしてる回数が。朝劇階級、これは切れ端ないですね。したら重量のまま終点で終わりという感じですね。海賊局今度はトイレが2つですね。これは間違いなく1610と5800のこれにシリーズ2字が入れば、多分トイレは3つ以上になると思われます。46の階級というのはやっぱり朝は平日ならいっぱい走るようです。大阪線どんどん渋滞してるんですが、これも関係なく確定が入ってきました。これはまたこれ抑止をかけず、そのままね本線上でノロノロと走ると思われます。すごいな、どんどん詰めていく。さっきの中量階級の、シリーズ21で、赤白サンドした重量が帰ってきました。これは熱すぎます。こんな変遷もう見れませんよ。多分この撮影を最後におそらくこんなも見れないと思います。これはすごい。シリーズ21 3本しかいない形式で
形式というか車両で赤白をサンドするという本当に大阪府の貴重です。また5800円、多分これで全部見れたかな。5800、5820、すべて見れたと思います。まだ詰まってる大阪線に、しかも特急詰めてきますね。なかなかすごいな。大阪線引き続き渋滞を引き起こしながらゆっくりと走っております。でその横をね、奈良線快急がバンバン通過していきます。この時間の優等は、快急と、準急交互に走ってくるものと思われます。大阪線は区間準急もなんかちょこちょこ走ってるんですが、これが3月のダイヤ改正で、まあ、どうなるかですね。ダイヤ自体はもう発表されているので、まあ、気になる方は何がなくなって何が登場するのかっていうのもチェックしてみてはいかがでしょうか。もう間もなくね、朝ラッシュの上本町行きの10両編成階級で最後の列車がもう間もなく布施を通過するところなんですけども、僕はもうこの待機を取ってすぐにもう尼崎行き勝手に乗らないといけません。折り返しはちょっと取れないんですけども、その最後の階級、一番伊勢寄りに派手なお魚のラッピングである伊勢お魚図鑑というのがつながっておりまして、それを取り次第僕は大阪環状線とか京都線の方に向かってちょっと用事がありますので、すぐに撤退をしたいと思います。ミャクミャク号快走です。オールロング状態があるんですけども、快走でした。あ、これ回帰や。あ、栄光心。2410、5200で、お魚図鑑ですね。おー、いいですね。あ、この重量がなくなるんですよ。考えられない。いいですね。一両だけ真っ白という、異色の、この編成ももう、
重量では見れなくなります。もうできるだけこの長い編成を大阪線で走ってるところをね、目に焼き付けておくべきです。こちら中間がちょっと配置おかしいんですけど、これもともと鈴鹿線とかのワンマン列車の中間車で、火災を2回起こしたということで電装解除して今あの編成に組み込まれているということです。これマニアじゃないと気づかへんよな。2回も火災を起こした車両をあんな感じで何事もなかったかのように奈良線で使用しています。しかも優等の階級で。すごい、皆さん何事もなく乗車し、僕だったらあの番号を見たらね震え上がるんですけども、さすがにね気づかないですよねということで、終了ですね、撤退しましょう。はい、ということで、今回の動画はね、これで終了とさせていただきます。また休日ダイヤの方でも撮っておりますので、そちらと合わせてぜひご覧いただければ嬉しいです。ということで今回の動画はこれで終了です。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価の方お願いいたします。また Twitter、インスタもやっておりますので、ぜひそちらもご覧ください。どこにおんのやろ。3ですよ。じいちゃんパウダーそんな粉やねんねえ、見てますけどこれもったいないな。もったいないですね。ねえ、今日、ご一緒いただきましたカズオさんT シャツを着ていただきましたありがとうございましたぜひ買ってください。もうすぐ企画が始まります。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。はい。